はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。工学コミュニケーション基礎2回目のですね、えー、講師を務めます、えー、大阪大学高デザインセンターの池田です。えー、今日の授業はわかりやすく文章を書くという、そういう内容で、えー、あります。えー、さて、皆様、えー、私のですね、ウェブページへのアクセスについて、えー もう一回おさらいになりますけれども、えー、あの紹介したいと思います。まず、私の名前と授業という、そういうタイトルでですね、Google で検索をいたします。えー、そうするとですね、えー、授業案内、電脳人類学というところにつながりますので、 裏バスですね、これが私の事業のポータルサイトになっているわけですけれども、えー、事業の、Zoom による事業を行っていますという、そういうところからですね、ずっと下っていただいて、工学コミュニケーションの基礎ですね、ここの部分、えー、これをですね、リンクしていただきます。そうするとですね、前回ご紹介しましたが、工学コミュニケーションの基礎の、えー、今日の単元ですね、 分かりやすく文章を書くテクニックここに到達しますさて今日の分かりやすく文章を書くテクニックについてお話したいと思います皆さん一分一義っていう言葉は分かりますか一つの文章に一つの意味を込めるっていうそういうことの重要性ですでなぜこういう一分一義っていうそういうテクニックを非常に優先するのかと申しますと えー、文章をですねシンプルにする文章を単純にするそういうことで誤解のない文章をつまり正確な文章を他者に伝えるっていうそういうことが非常に重要になるわけです、えー、皆さん短文と副文という意味はお分かりになるでしょうか短文と副文、えー、というのは短文というのは仕事同士からなる 文章の構造が1つであるということですね。副文は2、えー、つの仕事同士、えーえー、からなる文章です。私が、えー、彼らを、えー、私は失礼しました。私は彼らが野球をしているのを見る。彼らが野球をするというのは従属説の文章で、えー、私が見るっていうのは 主説の文章になるわけですね。えー、でこれは私が見る何を、えー、彼らが野球をしているの彼らが野球をするっていうのはそれ自身が主語と同士からなる、えー、公文ですよね、えー、したがって副文は、えー、私は勉強をするっていうのは単文ですそして、えー、私が彼らを 彼らが勉強してていいるるののを見っうは短文と副文どちらが、えー、シンプルかどちらがわかりやすいかというとですね、えー、短文の方がわかりやすいわけですね、えー、私は見た彼らが野球をしているのというそういう表現ですねこれも、えー、文章の構造から言うと副文の構造に限りなく近いわけですけれども、えー 短文をつなげる連結するっていうね、えー、私は、えー、遠く山の遠くを見たそうすると遠くに、えー、子どもたちが野球をしているのを見たこれはですね、えー、すべて、えー、短文からなっているわけですよね私は山の方を見た山の方を見た時にその先にその方角に子どもたちが野球をしている で、えー、子どもたちが野球をしているっていうのは、えー、短文ですしかし私は子どもたちが野球をしているのを見たというのは副文になります仕事動詞が複数あるっていうそういう行動ですねで大概、えー、副文はですね皆さんあの英語の、えー、文法なんかでいつも、えー、お聞きになると思いますけど関係代名詞というそういう表現がありますけれども 関係代名詞をを使うと、と文を、えー、構造化すするることがでできるわけですね、えー。しかしながら関係代名詞もですね、短文の勉強をした人が次に副文をやるときにこれはどうなってるんだっていうふうに困ることがありますしたがって副文とあ短文ではですね副文の方が意味の冗長性が、えー、増えるっていうそういう可能性があります そしてここに書いてあります。キャリアを積めば積むほど文章が長くなる傾向があります。これは洗練された技術者にとっては落とし穴です。どんどん洗練していくとですね、キャリアをどんどん積むとさまざまな知識とか経験とかうんちくがあるので、どうしても話が長くなりやすいわけですね。もちろんそういう話をですね、先輩から聞くっていうのは非常に重要なことではあるんだけれども、だけど、初めての人に、 えー、その情報を伝えるためには、えー、先輩がですねバッグにどんなその知識があるのかということについては余計なやっぱりノイズなんですね。えー、例えば今、えー、目の前にある道具とそれから、えー、この道具を使ってこの機械機械の蓋を開けたいとその時にどうするのかという時にいやー俺がね昔あのこんなね経験でね とと同じものに出会ったことがあるんだよ、みたいなそんな話はどうでもいいわけですね。で、えー、この,あの「先輩!」とかなんか言ってこの道具をですねどういうふうに使えばいいんですかみたいな、えー、先に教えてくださいとかあるいは、えー、ねなんかどうもあのこの道具は頑丈そうだんだけどそ,のそれで開ける本体の方はなんとなくデリケートな華奢な、えー、機械あの中に 精密,部分あの精密機械が入っている可能性もあります。ということで、このごつい道具で、えーね、機械を壊さないように、えー、開けるにはどうしたらいいんです、えー、何度も、うん、開けるためには、えーね、無理やり力を加えることで、えー、壊れないようにするにはどうしたらいいんですそれが重要になるわけですね。えー、というわけで、 えー、キャリアを積めば長くなるほど文章が長くなる傾向があるし説明をさせても、まあ、あの偉い人があの言うとじなあの長くなると、まあ、校長先生がですね校長スピーチという言葉の中にあるように、えー、高齢者、えー、年寄りそれから経験の積んだ人が上調になるというのはしばしばよく見られることです、えー、しかしながらテクニカルライティングにおいては 文学的技法,技法であるとか言学偉そうに、えー、書くことっていうのはテクニカルライティングには役立ちません。逆に文章にコンプレックスのある人の方がテクニカルライティングの業務に向いています。そして、えー、テクニカルライティングっていうのはシンプルにするんだけれども、えー、ハイライトですね意味のハイライトをするという意味でよく使われるのが。 5w1h です。5w、when、えーえー、どこで、where、誰が、who、何を、what、どんな理由で、why、どのように、ここで h になるわけ,るわけですね。how ということです。で、えー、テクニカルライティングではそれにですね、えー、how に加えて、how much、どれぐらいの量、あるいは how 目にえー、そういうものねそういうものがあの、えー、つくことがあの推奨されます、えー、とりわけ工学的なものっていうのは、えー、市場とか、えー、マーケット市場マーケットですね、えー、の活動と不可欠であります、えー、それからですね、えー、例えば、まあ、予備の部品のようなあ 形でですね、どれぐらい、えー、そのある作業に、えー、パーツが必要であるかというその「how much?」「how many?」というのは非常に重要になりますので、えー、どのようにということだけじゃなくてどれくらいというそういう 5W2H ですね、えー、もう一回 W は整理します。Uh, when where, who, what, why ですね。この gow これとどのようにということにどのような hh の中に how much, how many という2番目の h の機能を思い出していただければ幸いです。練習問題では 5W2H ですべて書き重要でないものを削っていき最低限これはという手法でブラッシュアップつまり洗練していくという文章を遂行していくという表現がありますけれどもそういうことをそういういことを行いますで練習問題これからメールの件名を書く練習をしましょうということで文章について題材をまあ メールの本部を見せてはいじゃあこの内容についてこのメールの件名というのは一体どういうメールの件名がいいかなみたいなそういう練習をまあいたします、えー、話し言葉と書き言葉の使い分けこれが非常に重要です友人同士では話し言葉ビジネスでは書き言葉で使い分けています、えー、しかしながらですね えー、皆さん、学生たちはですね友人同士での話す言葉が多いので、えー、これから社会に出ていったときにビジネスではです、ね、書き言葉で対応することがまあ非常に重要です。まあ、アルバイトなんかでですねレジねコンビニのレジでアルバイトをしている人たちは、えー、話し言葉あの中心ですので。 えー、ビジネスと言ってもです、ね、話し言葉ばでまあ対応する世界もありますけれども、まあ、この場合はあのメール対応というふうなことですので、えー、分類対応集については53ページを参照にしてください、えー、次です、えー、接続詞を減らす接続詞って何ですか、ね、接続詞しかしだが、えー、教科書の57ページを参照してください えー、57ページにはです、ね、接続詞の種類があります。接続詞には種類があって、まあ、あの順接ですよね、そのまま文章をつなげる、えーまあ、文と文の接着剤みたいなものですね。えー、それから逆説ですよね、えー。だがしかしとかですね、そういう、えー、表現ですね、えー。があります。えー、これもです、ねまあ、その接続詞の分類を覚えることが重要ではなくて、適切な 接続詞がですね、使えることが重要です。それからわざと接続詞を誤あの入れ替えた文章をお見せすると、えー、多くの人たちは意味のつながり、文と文の間の意味のつながりを理解しているわけですから、あれ、なんか変だなというふうに気づくわけですね。したがってですね、非常にそのシンプルに一部、一義、 と書きましたけれども、同時に、えー、接続詞に関してですね、えーえー、一分一義なんだけれども一分一義をさらに連結する時に接続詞を適切に使う場合によっては接続詞を使わないというそういう方法ですよねであのそういう方法を通してよりそのシンプルにするというそういうことが非常に重要になるわけです。 文章を簡潔にする方法最初のつかみに努力する懸命のキーワードを文中に効果的に配置する一文一義でそして過剰な敬語は避ける話し言葉にならないよということですね、えー、過剰な敬語がですね避けるっていうのはやはり我々なんか使ってみたくなるわけですよねなんかあこれなんか大人,し大人らしいからいいなみたいなだけど 現在のですね、その高額のコミュニケーションにおいては過剰な敬語っていうのは、えー、逆に、えー、曖昧さを増やすためにこれはもう MC なんかに任しておいてですね、えー、司会業の MC なんかに任しておいて、えー、皆さんはですね、えー、まあ接続詞を使わずにシンプルに言葉をしゃべる、まあ、別に武骨にしゃべる必要はありませんけれども。 えー、あるいは、えー、エンジニア同僚のエンジニアに話す時の和法と、えー、それ以外の和法ですよねこういうものそれは文章にもつな関係するわけですけれどもそれをです、ね、使い分けるということが非常に重要ですそして、まあ、話し言葉にならないようにっていうそういうことが重要になります、えー、あと、まあ、改善の方法ですけれども友人同士で添削するのはとても良い経験になりますと。 えー、これ授業でもまあ行いたいと思いますけれども厳しく添削できる友は、えー、技術者の真の友人かということですね、えー、お互いに、えー、欠点をですねまあ,あの気にすることなくずけずけと言えるのは、えー、ひょっとしたら、えー、っと一生かけて大切にする重要な友人かもしれませんそれからですね これも文章上達のテクニックですけれども、あるいは一文一義を書くテクニックでもありますけれども、皆さんのです、ね、書かれたメールの文章を英訳し、さらにそれを日本語に和訳するという翻訳方法も、演習方法もですね、文章を簡潔にできる方法ですね。もう一回戻すというのは重訳、重ねる訳と書きますけれども、こういう方法ですよね。 さあ,あの、今日の資料はですね、この分かりやすい文章を書くテクニックという部分です、えー。ロジカルライティングとテクニカルライティングは前回の授業で使った資料です。えー、ここの資料は、えー、公案で、えー、お伝えしたパスワードを使って、えーえー、公案でお伝えしたパスワードを使って開けてください。えー、授業で、 えー、知り得たパスワードについては、えー、この授業の受講生以外の人たちには、えー、シェアすることを禁止したいと思います。えー、工学コミュニケーションの基礎、えー、2回目分かりやすい文章を書くという授業で、大阪大学高デザインセンターの、えー、池田が、えー、お送りしままししした。えーま、た次の授業を楽しみにしてください。いどううもありがとうございました。